梶原慶ラ敬議は日本の政治家、元参議院議員、大分県別府市出身。1960年、大分大学経済学部卒業。1983年の第13回参議院選挙に日本社会党、公認で立候補し、初当選。その後、1989年の第15回参議院選挙、1995年の 第17回参議院選挙でも当選し、計算期18年にわたって参議院議員を務めた。この間、1991年9月12日に発足した社会党、社道キャビネットでは内閣官房副長官に任じられ、1995年8月8日に発足した村山内閣改造内閣では大倉政務次官に就任している。また、 1996年の社会民主党への党名変更後も社民党に留まった。1998年1月の党役委員会選では、及川和夫精神会長の退任が決まると、老組系の議員を背景に公認の精神会長に名乗りを上げたこともある。しかし、2001年7月の第19回参議院議員通常選挙では、 小泉純一郎首相のもとで自由民主党が圧勝し、民主党、自由党などとの選挙協力が整い盤石と見られていた、梶原も同党の後藤広子に敗れ落選した。選択的夫婦別姓制度導入に賛同する。参院選へ、土井新体制社民党大会若手や女性を、東洋老祖系議員ら反発も、朝日新聞。 1998年1月26日、2017年7月14日、閲覧。第145回国会、参議院本会議から参号平成11年1月22日。ありがとうございます。